眼鏡かけといた方がいいのかな。暗いかな。まだ暗いんかな。っていうかその何だっけ忘れた。あの電球 LED 2回いてみて。熱かったから、普通の白熱電球やったから、すっごい熱かったから変えてみて。涼しく感じる？画面からもちゃんと映ってんのかな。涼しく感じるかな。ね、物足りん電気ですけどね。また撮影した何やったかな。 IH じゃなくて LDC じゃなくて何やったかなHDL とかして何やったか忘れちゃった。維新の職、維新の代議士や代議士候補立候補する職なんでうちが課題かけてんねんと思うやろ実はね、いろんな事情知ってますけど、でもその議員になりたいんでしょね。もう松井さんも橋本くんも吉村くんも君たちには手を焼いてると思うけど、だけどちょっと考えてみてほしい。うち自民党員やけどな、で大阪自民の応援せっせとしてるけどな。大阪自民って言ったら田中角栄さんの作ったの篠原さんやけどな。で田中角栄さんが継承したロータリークラブ系やろ。町工場の社長とか町の社長不動産屋さんも含むな、建築屋さんも含むな、まあ、ちっこい中小の建築会社も含むやろ。それとかあとはちゃんと耕してる農家、工作地主な、マンション地主じゃなくてな。それとあとは町工場な、町工場の社長たち、そして商店街の店主たちの、みんな大抵普通はロータリークラブやったんや。今もそのロータリークラブの人多いやろね。そういう町のいわゆる、まあ、いわゆる社長たちな、まあ、大阪みたいなとこやったら農家でもな、社長って言われたらすんねんな。耕しとってもマンションぐらい持ってるからな、大阪の農家はな。で、そういう人たちなが日本の中心勢力、あの中産階級な、ローマ帝国で言えば中層本営な、日本の戦国時代やったら足軽たちやな。足軽って小作人ちゃうで、小作人は二打体やってんな。足軽は地主やってんからな、工作地主やってん。武士になったんは農家の次男さんの長男は農家継いでるからな、普通はな。地位逆転しちゃってんの、つまり政治と生産者の地位が逆転してしまったの。じゃあもし維新の代議士やその候補者の諸君は男を挙げたい、名を挙げたいと思ったら、そういう町の自営業者たちを守らんと、どこがかっこいいんですかね。でしょ、名を挙げたい、男を振りたいから代議士になろうと思ってんのに、一番大事な日本の本当の本質的な人たち、生産の核を守らんかったらどうすんの、住居のな核を守らんかってどうすんの。衣食住の責任者たちやんか、ロータリークラブって現場のな、現場社長みたいなもんでしょ。そういう人たちに立てついてどうすんの。なんで維新が大阪自民に立てついてんのか、うちよう分からへんねんな。もしそれでも維新の代議士になりたいと思って立候補なさるなら、当然自民党と維新で2議席なりな、例えばな、その議会の議席を自民党と維新だけで占めなさいよ。後の党はいらんからな。例えば民主党系、立憲とか国民とかな、民主党系が自分たちが働いてる、自分たちが給料もらってる大企業に盾ついてますか。そんな発言全然しでへんやろな。
大企業にいじめられた自民党のせいだとおかしいやろ。全然自分ら大企業に立てついてへんやろ、労働組合のくせにな、民主党系な。そういったおかしさ見抜かなあかんで、政治家になりたいんやったらそこを思いっきりつきまくらなあかんもんちゃうな。そしたら絶対維新の立候補者たちも絶対男をあげるな、名をあげ、身を立てな。これからもよろしく頼みます。わかった？